の東武鉄道西新井駅で爆発音がしたと通報がありました。こちらは現在の西新井駅の様子です。多くの消防隊がですね、ブルーシートのようなもので覆っていまして、こちら券売機の様子が見えない状況になっていますが、警視庁などによりますと、今日午後4時前、東京足立区の東武鉄道の西新井駅の券売機の前でパンという爆発音がしたと駅員から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、現場には割れた缶コーヒーの缶があり、この缶が爆発した可能性があるということです。今こちらにですね、割れた缶コーヒーのこちらかもしれません。この爆発で券売機近くにいた女性一人に液体がかかり、女性は暑さを訴えているということです。警視庁が爆発の原因など詳しい状況を調べています。你下载中天新闻网 APP 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很实际的理由。你知道有些新闻在绿媒是看不到的吗？没关系，绿媒不报的，中天来报。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起用真相守护台湾。多一个下载，就多一份力量。